パイエンネコまたは、パイアンネコは、フィンランド中南部に位置する湖。中央スオミ県とパイアトイコールハメ県にまたがる。湖の面積は、約1080平方キロメートルであり、フィンランドで2番目に大きい湖である。最大水深は95.3メートルであり、この水深は、フィンランドの湖の中で最も深いものである。湖水は、キュミ川を通って、 フィンランド湾に流れる。湖中には多数の島があるが、比較的面積の大きなものは、北からブオリツァロ島、ムーラツァロ島、オンキサロ島、ユディンサロ島、エデスサロ島、タイバッサロ島、フィンランド5。タイバーサロ、ハウッカサロ島、ベヘカサロ島、ムスタッサロ島、ビルマイランサーリ島、サロンサーリ島がある。このうち、最も大きなものは、 ビルマイランサーリー島であり、パイアトイコールハメ県パダス沖に属する。パイエンネコ岸の町として最も大きいのは、湖の北部に位置し、中央スオミ県の県庁所在地でもあるユバスキュラである。パイアトイコールハメ県の県庁所在地ラハティの町とは、ベシコ及びバークシューンガでつながっている。パイエンネコから伸びる、パイエンネ地下水道は、ウーシュマー県バンターまで接続されており、 ヘルシンキ首都圏に水を供給している。また、この湖水は、ノードウォーターのブランドで、日本にも輸入されたことがある。パイエンネコは、船遊び、カヌースポーツ、セーリングで非常に有名な場所である。最長部で1 1 9トルの長さのある湖は、運河で、ケーテレコやベシコ、ルオザライネンコと接続されている。そのため、これらを合わせると、船が、 航行可能な距離は 380km にも達する。バルト海まで接続する運河を建設することが数十年もの間議論されているが実現はしていない。1940年代まではパイエンネコはフィンランド中部の重要な運送路であった。スーータの船がパイエンネコを行き来し湖岸の都市や村から人々や物資を運んでいた。今日では パイエンネコの水運業は、物資や人々の最も早い輸送というよりも、湖の国を楽しむ旅行客を対象とした航海を目的に行われている。最も一般的な航海ルートは、ラハティからユバスキュラまでの航海を行うものである。パイエンネコの湖岸には、約1万6000棟の別荘が建設されている。別荘の多くが、個人の所有であり、 サウナ室が別棟として付随している。別荘に加えて、パイエンネ湖では魚釣り、セーリング、カヌースポーツ、ボート漕ぎ、パドリング、トレッキング、アイススケート、スノーモービル、ネイチャーツーリズムが行われている。パイエンネ国立公園とレイボンマ巻、国立公園のみで、1年間で、数万人の観光客が訪れている。ユオタバンヒュバエテラパイエンネ協会は、 1995年に欧州連合から観光及び環境に関する賞を受賞している。パイアンネ国立公園はパイアンネ湖南部に設けられた国立公園である。この国立公園には50の未開発の島や無人島の一部が含まれている。この国立公園は1993年に設立され面積は14平方キロメートルになる。 レイボンマキ国立公園はパイエンネコ北部から北東に数キロメートルの位置に設けられた国立公園である。この国立公園はフィンランドの中でも最も新しい国立公園のうちの一つである。北から南ユバスキュラパイアスパー地区から望むパイエンネこのパノラマ。パイエンネコを構成する小拠省のハウホンセルカコが映っている。ありがとうございます。